こんにちは、こんばんは、ポチョです。ということで今日はスーパーマリオブラザーズ3パート4ですね。ということで早速行きましょう。ということで今日は5のトリレンまで行きたいと思います。ということで早速行きましょう。お、よし、ここ行ってみよっか。じゃあ行きましょう。ん？あー、行き止まりか。戻りましょう。ということで戻ってきました。ここに行きですね、多分。ということでやりましょう。あ、ミニゲーム、マリオ太ってますね。あ、これはこれで、これはこれで、あ、終わりか。これ七並べじゃない。ということで早速行きましょう。今のところ、さて今日はどんなステージかな。お、でかっ。今日は巨大ステージですね。巨大ステージ。ということで行きましょう。めっちゃでかい、でかいですね。いろいろとでかいですね。クリボーとかノコノコもかなり大きいです、今回は。まあ、ブロックも大きいな、土管とか、いろいろと大きいですね、やっぱ今回は。めっちゃビッグですね、ビッグ。でかサイズです。お、この土管に入るか。あ、ゴールか。ってことでゴールしました。ってことで次は2ですね。2です。ってことでやりましょう。今度は巨大海バージョンか。バックフラワー倒してたな、尻尾で。やばい、溺れてる。これ積んじゃったかな。溺れてますね、完全に。上行きましょう。よっ、よし、いけた。よし、なんとかいけた。よしよし。ということで、いや、また巨大でしたね。今回やっぱ巨大ステージですね。いろいろなものが巨大になってるステージです。ということは次は3ステージですね。あ、今いきなりハンマーヘッドか。しかもでけえノコノコか。お、洞窟か。あ、これ系か。まだスーパーマリオブラザーズ3あれですね、こういうステージのは。でもこれなんか茶色い洞窟ですね。土の洞窟かな、多分。土っぽいですね、洞窟的には。おーおー、ここ繰り返しか。あ、ぶつかっちゃった。繰り返しだと思っちゃって、やっちゃいますね、これ。よ、よし。あ、ぶつかった。ということで行きました。ということでゴールですね。よし。で、ステージ3クリアです。次は砦ですね。一応今日は砦4回ぐらいかな、大体。3回ぐらいかな。ということで砦行きました。おぉ。わ、ドッスンがすごいとこにいる。わぁ、この日歩くのか。足生えて。なんか謎の敵ですね、謎の敵。これは
かなり難しいですよ、これ。火も歩くし、どうすんもんね。謎のコンビですね、謎のコンビ。もう難しい。よし、ここだ。危ね。危ない、危ない。何この集団。謎ですね。やられちゃった、危ね。よし、来た。これはこうで。よし、来た。あれ？もうボス戦これ。あ、ボス戦だった。いや、あっと思ったらボス戦でしたね。広いとこね、部屋が広くて分かりやすいですね、このボス戦。ということで、ブンブンが来ました。よし、倒した。よし、クリアーですね。ステージ4。いや、ステージ4の砦で 1個目クリアですね。ということで次は、ワールド4の前に戦いか。はい、終わり。早っ。雲ゲットした。スカイですね、スカイ。次は4ですね、4。ステージ4、4ステージですね。うわ、4ステージもでかいな。しかも10ゲームしかいないから敵。うわ、10ゲームいるね。難しいこれ。もうちょっとこんな感じかな。あ、いけたいけた。10ゲームステージだったか。っていうことで、よし、クリア。ということで、次のステージ行きましょう。おぉ、すごいですね。また、ツルハチの戦いか。ツルハチはハンマーマンか、ハンマーヘッドマンか。ビッグハンマーヘッドマンですね。ということで、倒しました。羽？ということで、次、ステージ6ですね。6やりましょう、5の前よりも。お、のこのこいっぱいだ。バックフラワーもいる。ということでいきましょう。まあ最後へ。一瞬罠だと思った、消防のアクションみたいに。ということでいきましょう。あ、ゴールかも。ということで、あ、またぶつかった。のこのこにぶつかりすぎですね。ということで、よっ。あ、できなかった。よし、あれ？あ、来ちゃった。レベル、ここで、練習しましたね。花火が打ち上がりましたね、ここで。ということで、砦行きましょう。砦は今回か、これか。こういうパターンか。あ、マグマダイブしちゃった、マグマダイブ。すごいですね。よし、行きましょう。よっ。もうボスか。早っ。ちっちゃいこの砦。ちび砦でしたね。ミニサイズでしたね、この砦。ミニ砦でしたね、これ。ということで倒しました。ってことでクリアしました。この砦ちっちゃかったですね。短かったですね。なんでこの砦は短いんだろう。一体謎ですね。この島の砦は。ということで次はこのステージか。ブロックでか。あ、ここ、こうなのか。このどこどこ。うわ、キラー、キラーいっぱいあるな。何このキラー、自分の方向かってんのかな。スイッチバックスキラーか。
めっちゃキラーある。これ壊した方がいいかな。ほい、いけた。当たった。ほい。当たった。当たってる、めっちゃ。あ、難しいですね、これは。あ、いけた。早すぎる。これ、こう、ちょっと待った方がいいですね、これ。キラーがいって、お、うまい。あとはこうして、あ、土管だ。お、ゴールか。いや、めっちゃキラーいっぱいいましたね。ってことで次行きましょう。次はもうお城かな？これ終わったら。やっぱ短いですね、このコース。なんかヘルプって書いてあるし。あ、お城だった。ってことで、大変です。またこれだ。なんか今回の王様、怪獣みたいになってますね。飛行船でまた乗りましょう。ということで、お、また来た。かなりすごいですね、これ。おお、飛行船ならかなりすごいな。あ、これ空軍のやつか。くる、くる、あ、ミスった。これどうすんだ。タイミングがずれてるのか、これ。そうみたいなね。やっぱタイミングが1年ずつ行った方がいいのかな、これ。こうして。やっぱそうじゃない？そうっぽいですね。やっぱ1年ずつ行けっていうのか、これ。ようで行きましょう。お、上に敵がいる。これ、シャット上に、やり方2回あるのか。あ、危な。あ、タイミングか、これ。消えて、ここが消えたところで走る。よし。なんとかいけた。で、こっちは、こっちだ。上行った方が、下行った方が。だから上行った方がさ、そんな感じがする。よっ。あ、このパターンか。危ね。交差してる、これ。こう、燃えてるところで、ここで走る。よし。あ、今度下に行くのか。この飛行船長いな。敵よりも火が多いですね。敵よりも火が多いぞ、この飛行船。なんでこんな火いっぱいんだ。なんかここ難しそう。うわぁ、これどうやってジャンプする。これずっと当たっちゃうのに。難しい数字ですよ、完全に。ほら、これ消えたらまたすぐに出る。1秒もなく。難しいですね、これは。これはかなりタイミング難しいぞ。もしかしてこの上のところを使うの、利用するのかな、これ。あ、そっぽいかな。あ、正解でしたね。ということで、ボス戦です。ボスはどうかな？あ、ラリーか。ボスラリーですね。ということで、ラリーと戦いましょう。いや、めっちゃクルクルしましたね。クル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 してます。クルクル。これはクルクル。あー、だからめっちゃ、ということで倒しました。ということで、ステッキゲット、ステッキ。ステッキゲットしましたね。ということで、あ、来た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 。あー、落ちた。落ちましたー。落下ですね。うお、うお、うおですね。マインクラフトでうお、うおっていう人あんまりいないと思います、多分。マインクラフトのダメージは昔がうお、うおだったんですね。だから、あんまりしてたんですね。そんな感じですね。いや、マインクラフト話入っちゃった。てかね、ワールド5。一応半分超えましたね、半分。一応半分超えたところの砦でおしまいにしたいと思います、今回は。ということで、早速1ステージやりましょう。なんかすごい謎のって聞いた。よし。まあ、なんか変な手、可愛い敵いるな。しかもこれ当たったら即アウトなの。これ
近くと上にも来んのこの敵、難しい、タイミングが素早いな。これ一人ずつ倒してもらう、一体ずつ、それっぽいですね。一歩で切る、わあ難しい、しかも謎の敵もいますね。でこの可愛いバックフラワー謎ですね、倒してもアウトだしね。触れ方があるのか、いろいろとワンワンがなぜかいる。わあ直撃した、なんでだ。謎フラワーですね、謎フラワー、これやっぱこう来た方が、ほい、クリーボー、クリーボーまで混ざってる、いろいろと混ざってますね。ここああこのピョンピョンしてる敵はあんまり強くないですね。ということで行きましょう。これはあー危ねえ、これ一緒に行ったらアウトですね。罠ですね、これ罠、完全に罠ですね。罠、マリオ2あるあるですね、最後のゴールに罠が待ち構えてるのは。ということで行きましょう。なんだこれ、え、これどういうことだ。あ、落ちちゃった。あれこれ下どうなってんの、これ下正義ルートかな、これ正義ルートっぽくないね。これ戻るやつかな、多分土管と土管に、多分上が正義ルートだと思います多分これ。でもこのステージ謎だな、意外と謎のステージ入ったな、多分不思議な感じする。でもこの BGM でディ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 ンで地上はちょっと不思議な感じですね。本当にこのステージは地下と地上です。え、なにこれ、でけえハテナがあるんだけど謎だなこのステージ。また地上やった。あ、このステージは本当に謎、やっぱなんで謎なんだろうこれ、どんなステージなの、またどこ入るのか。あ、地上になった、え、どんなステージだったこれ。このステージ謎でしたね。いや、謎でした、このステージは。何のためにこのステージあるのね。何のために。ちょっと謎ですね。ということで、謎のステージクリアです。ということで、このステージ。このステージは、まあ、独断ですね。次で一応、まあ、ここまで、チェックポイントで一応ゴールです。このコースの。まあ、次回は、ステージ3と謎のタワーですね。これもしかしてこれ走っていくかな。ダッシュー、マグマダイブ、シャッター。ほい、いけた。ドッスンが待ち構えてた。ドッスンがあった。テレサ、ドッスン。テレサとドッスンのコンビはやばい。お、いけた。あー、いけなかった。ほい、こっからか。こっからか。まあ、いけてないか、完全に。やべえ、めっちゃ伏線してる。伏線してる、ここ。かなり伏線してる。もしかして、待った方がいいかな。さっきのは、たまたま偶然行ったのかな、多分。まあ、このコンビが難しいですね。ほら、テレサを見ないと、こうなるか、こうした方がいいんですよ、多分。うわぁ、難しすぎる、これ。あ、いけたいけた、今度こそいけた、よし。お、またドッスンが落ちた。あ、これもタイミングか、よし、いけた。わあ、これは難しいぞ。これどうすればいいんだろう。お、いけた、よし。これはこうしてこうすればいけた、よし。お、あ、ブンブンだ。チュ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 ーはブンブンですね。ブンブンとまだくっついちゃった。はい。よし、オッケー。ということで、クリアしました。ということで、次回は5のワードからですね。ということで、エンディングましょう。ということで、今日はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、じゃあ、さよなら、バイバーイ。